戦車第27連隊所属の95式系戦車。1945年沖縄戦において5月3日の総攻撃に参加し、首里郊外の丘陵地帯で撃破された車両戦車第27連隊は第2本帝国陸軍の戦車連隊である。戦車第2師団の偵察部隊である師団捜索隊を抽出改編したもので、 1944年3月、満州にて編成され、同年7月には沖縄戦に備えて沖縄に移動して第32軍の冷化部隊となり、1945年の沖縄戦においては、宮古島を管轄する先島集団に分派されていた第3中隊と整備中隊の文献隊を除く部隊が第32軍唯一の機構戦力として奮戦したが、 同年6月にはほぼ全滅した。宮古島に分派されていた第三中隊及び整備中隊文献隊は、宮古島には米軍は上陸してこなかったために戦闘は経験せず、第32軍司令部の壊滅後に所属している先島集団が台湾の第10方面軍の直轄下に入り、先島集団所属のまま霊下部隊となった。その後も宮古島には、 米軍は上陸してこず、戦闘未経験のまま1945年8月15日の終戦を迎えた。アップルマン沖縄、ザラストバトル P295、ハット AB アジア歴史センター、沖縄作戦戦車、第27連隊資料昭和20年3月23日、昭和20年6月21日、ありがとうございます。